3人のプレゼンが終わりました。はい、ありがとう。誰が一番上手だったか決めてください。3人で難しい。これ本当に皆さんの良さがあって、うん、でも一番惹かれたものでいいんだよね、多分。そうだね、それでいいと思うよ。惹かれたもの3人で決めてもらっていいですよ。私、異性のでちょっと言ってみよう。じゃあ聞かないで、聞かないで。いや、俺たち聞かないから、本番を楽しみに待ってるから。はい。これ2時30分に終わるでしょ。そうやね。あともう5分切ってる。時間がやばい。7時間の予定が。違う。俺たち一番やりたい企画ができてないから、ちょっと早く終わらせて。よし、いけ。それでは、優勝は誰ですか。でか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 ーん、しほちゃん。何でやねん。これ多数決で、はい、多数決で、はい、多数決で、私がしほちゃん、ありがとう。春がぜひアーディストに行きたいなってすごい魅力を。私は3つでした。あ、嬉しい、ありがとうございます。ということはね、なおが私しほちゃん。なんでや。超良かったのこれ。ぬか漬けもすごい良かったですよ。だから俺はほのかちゃんが好きなんだ。もういないからね。もういないから今日は。そうそうそう。じゃあちょっと南部さん、シャチの告知を皆さんとお願いします。お願いしてください。ここからはインタビュー形式でお伝えしたいと思います。はい、まずは8月29日に先ほども話しましたサバイバーサバイバーとママがリリースされる、はい、いやこれかっこいい曲でしたけれども、皆様歌ってみていかがでしたか。今回ですね、この2曲どちらとも海外トラックを使用していて、はい、初めに曲をいただく段階で、うん、もうめちゃくちゃ今までのシャチにはない楽曲で、うん、ダンスミュージックも取り入れているので、はい、ノリだったりもね、うん、ちょっと大人っぽい感じもあり、うん、5つだったんですけど、挑戦でもあったので、うん、どうなるんだろう完成って思ってたんですけど、うんうんうん、シャチの色に染め上げたのでめちゃくちゃかっこいい曲になってます。やっぱりダンスとかも大変だったりしましたか。はい、どうですか。今回はあの強い女性、うん、強い女性像を2つともテーマにしていて、うん、ママの方はその女性像を振り付けにも落とし込んでるので、うん、いつもより女性らしい振りかつなんかちょっとかっこいい女性を意識して振りが作られてます。うんね、本当に美しくてしかもかっこいいので、うんうん、たくさんの人に見ていただきたいと思います。お願いします。9月26日には有料配信企画を行うということなんですね。はい、そうなんです。これも楽しみですね。楽しみです。配信もありますし、あとは10月21日に、ライブブルーレイシャチツアーというのがある。あ、ちょっと待って、何ここ今のやつ何なの。9月23日の初解禁です。これ初解禁なんです。嘘だろお前、さらっと言っちゃったじゃない。もうちょっと盛大に行こうぜ。あ、そうか、実は前一個前にいいですか、ね、っても実はなんですけれども、はい、この9月26日に行う有料配信裏坂で初解禁です。やりましょう。マジ、そうなんです、ね、9月26日の16時半からそうなんです、奥三川で、はい、有料配信、はい、そうなんです。今日の夜に詳しい詳細とかはホームページとかで出るんですけど、はい、前回無料の、配信ライブを初めてやらせてもらって、うん、次は有料配信で、うん、奥三川っていうなんていうの、だからライブハウスとかホールとかじゃないところでライブを行おうっていうことで、うん、ライブのショーみたいな感じで、うん、そういろんな景色だったりとか場所を使って、うん、そこにシャチが行って、うん、音楽とかパフォーマンスだったりとかを届けるっていうので今回やります。いやだからね、ほんとシャチは今こうチームシャチをこうアイドルからシャチになって、うん、ブラスミンっていう本体をみんな引き連れて、うん、でも去年のフェスなんかはもうバンドも引き連れてやってたりしてて、はい、本当にね楽曲のかっこよさをちゃんと体現できるアイドルだから、これ奥三河のその野外での見せ方になってくるとなると、はい、ちょっと期待高まりますよ。あら、どうする、今からでも俺に変えるプレゼン。いい、ね、大丈夫です。なんでだよ。知ってるぞシャチのこといろいろ。そう、9月26日ね、ぜひ見ていただきたいと思います。すごい。で、先ほどもちょっと話してしまったんですけども、はい、ライブブルーレイが10月21日にリリース、はい、こちらのブルーレイどういったところがおすすめポイントですか。はい、こちらは3タイプございまして、はい、先ほどもさっきから話させていただいている7月に行われた無観客ライブの映像が入ってたりとか、まあ、タイプによってそのドキュメンタリー映像だったりとかスタッフさんとメンバーでちょっと深い話
話をしているものだったりとか、あのいろんなタイプがございますので、皆さんぜひゲットしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして最後に10月23日ゼップ名古屋でライブを開催するんですね。やったこちらはどんなライブになりそうですか？本当、うん、久しぶりの有観客ライブなので、はい、まあこういう時期でね、地域も限られてしまうんですけど、賀来さんと会って一緒にライブならではの熱いね、バーンってやって、バーンってやっていきたいなと思ってます。すごい。だから今までの思いをぶつけられる、ね、皆さんの声にぶつ、いや本当ね、シャチのライブはね、ファンの皆さんがいないとできませんから。やっぱりこういうね、無観客もいいけど、はい、うん、やっぱ皆さんが集まってあの声入ってみたいなところもあるもんね。ちょっとそこは見たいなと思います。よろしくお願いします。ね、ちょっとあと5分だけあとあれあと5分だけ誰がダメって言ってる？藤井さん、藤井さん、藤井さん、あと5分だけいいですか？あと5分だったらやってもいいよ。怖い。 OK、 ということで最後ちょっとこれやりたいなと思います。すごい、最後はジェスチャーゲーム大会。ちょっともうスタッフの皆さんももう帰んなきゃいけないお時間だから、ちょっとだから本来は、俺たち対シャチの戦いだったんだけど、はい、もうシャチにだけやってもらう。で、はい、今からジェスチャーゲームです、はい、僕たちがお題を考えたんで、それをまあみんなにやってもらって、はい、君たちで何個答えられるか、はいはい、で、僕たちが、10個考えましたので、はい、5個以上1分のうちに5個以上答えられなかったら、楽屋にあったお弁当僕たちがもらいます。おー、取られちゃうってこと？そう、よっしゃ。そう、ね、あれが5個以上答えられたらこの後食べてください。はい、わかりました、はい、じゃあ行きたいと思います。じゃあ時間かかります、ね、どういう感じで、じゃあ、まず椅子と机の準備をお願いします。こちらです。一人がずっとジェスチャーするっていう。じゃあ、で、あの正解した人がどんどん交代していくから、で、あそこに行って、はい、はい、じゃあ俺お題書くよ。あ、やばい、これちょっと時間がない。5分、あと5分。ちょっと、あ、やばい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 、ちょっとほら手伝って。お題書いてないんだよ。なるほど。ちょっと、はい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 、9月26日、そう、告知しといて。9月26日、有料配信、初めて有料配信やります。ぜひ見てください。お願いします。本当は4人です、ね、打ち合わせしてる段階でもね、はい、これはもう決まったらすごいことになるぞっていうの盛りだくさんなんですよ、うん、これです。なんて言ってもライブハウスやホールではできないことですからね、うん、そうなんです。規模もでっかく行うので、ぜひ皆さん見てください。お願いします。お願いします。土曜日だから。でもジェスチャーやっちゃうかな、カメラに。確かに。じゃあ練習しよう。いいよ。じゃあジェスチャーやるから当ててね。分かった。改札。ヒント。よし、やろうぜ。はい。じゃあ、で、これで。よし、これ大丈夫。これじゃない。よし、ここ。はい、僕タイマーで時間計ります。1分で1分間で5個ね、はい、で正解したら交代ね、どんどんね、はい、じゃあ行きますよ、はい、じゃあ用意スタート。あはい、ブルゾンチエミさん、正解、交代。波あろうそく、ろうそく。お湯、あ、フラダンス、フラダンス。なに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 、何それ。パパ、あ、どうぞ。お、これでこうでしょ。どういうこと。パスあるよ、パスあるよ、パスあるよ。何秒、何秒か言ってよ。まあ30秒経過。何何何、色色、パスあるよ。色って言った。草草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 草。違う、パス。いや、パス、はい。あと20秒家。はぁ、テント、テント。あと10秒おでん、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 おでん。いかいか。ゴー、坂坂坂道、山山山、登山登山登山、登山ハイキング。終了。全然ダメじゃないか。全然わかんない。富士山だよ、富士山。おー、富士山。
この白がこの部分ってやりながら。あ、そういうことか。ということで、お送りしてきました、裏坂でございますけれども、ということで。ね、これあれやで、お前あのめっちゃ偉い人やから。めっちゃ偉い人が今やってる。ありがとうございました。ということでじゃあ最後、じゃあ締めの一言を、何にしましょう。何にしましょう。何にしましょうって考えて。裏坂。それでやろう。じゃあもうそれで、はい、終わります。どのカメラに我々は4に向かってじゃあやっていきましょうか、はい、それではじゃあ南部さん、それでは皆さんまたということでお願いします。それではまたの機会にお会いしましょう。最後にせーの、うらさかー。ゴゴスマじゃない。ゴゴスマみたいだな。